中村天風さん完全解説編。はい、人生学校です。今回すごいですよ。永久保存版中村天風さんの完全解説総集編。中村天風さんについての読書、動画制作、実践合わせたらガチで1万時間以上だと思いますが、これらすべてを網羅する形でまとめてみました。有料級です。これだけ見れば現代日本に勇気と信念を与えている中村天風さんの教えがまるっとわかります。早速目次からいきましょう。1. なぜ今中村天風さんの教えが役に立つのか。 2. 中村天風さんの教え、人生で絶対やめるべきトップ15。 3. 中村天風さんの教え、今すぐ知っておきたい本質トップ15。では楽しく学んでいきましょう。 1. なぜ今中村天風さんの教えが役に立つのか。結論から言うと、人生すべての悩みが吹っ飛ぶから。歴代多くの偉人が大きな影響を受けているセンターピンとも言うべき教えが中村天風さんの教えなんです。ぶっちゃけできることなら最高の人生を送ってみたいって思いますよね。ただどうやったら最高の人生が送れるかわからない。これめっちゃわかるんです。人生学校自身情報がたくさんある中で、一体何が本質なんだろうって混乱していた時期あります。YouTube で毎日いくら情報を頭に詰め込んでも、それが本質からずれたものだったら、死ぬまでずっと人生は上がったり下がったり、良くなったり悪くなったりを繰り返してしまうんです。今回ご紹介する中村天風先生の本質に気づけたら、今後何が起こっても勇気を持って生き生きと幸せを感じながら、しかも成功の実現までしてしまう最強の人生を送ることができるようになります。人生学校自身、天風先生の教えが活かせるようになってからは、断然生き生きと幸せを感じながら、何をやっても結果が出てしまう状態になりました。私以外にも天風先生の素晴らしい教えを実践して、何が起こっても自ら人生を切り開いて激変させている人たくさんいるんです。例えば大谷翔平さん、経営の神様松下幸之助さん、京セラ創業者稲盛和夫さん、史上最強の平民宰相原敬第19代首相など、この他にもこんな感じで人生を激変させている人が本当に数えきれないほどたくさんいるんです。 2. 中村天風さんの教え、人生で絶対やめるべきトップ15。第15位、取り越し苦労。取り越し苦労、本当にやめた方がいいんです。なぜなら、不安を増やしてやる気をなくし、一生幸せを感じることができなくなってしまう習慣だからです。もし周りにも取り越し苦労している内容を声に出して喋っていたとしたら、周りの人のエネルギーも奪ってしまいます。そうは言っても、誰でも時にはふと不安を感じることありますよね。例えば、日本の将来やばくない？年金やばいよね。お金の価値がなくなるかも。この無意識で反射的に出てきてしまって、生きるエネルギーを減らしてしまう取り越し苦労が出てこないように激変させてしまう極意、今回しっかりお伝えしていきます。第14位、よく噛まないで飲み込む習慣。よく噛まないで飲み込む習慣やめた方がいいんです。なぜなら、食事量が無駄に増える上に、同じ食べ物でも消化吸収の効率が落ちてしまうからです。胃腸には歯のような噛み砕く装置がありません。ということは、よく噛み砕かないで飲み込むと吸収しにくくなってしまうんです。逆に気づいたら口の中からなくなっているくらいまでよく噛んで食べると、感謝の気持ちが自然に出てきます。口の中からなくなるまでよく噛んで感謝して食べることで、満腹感が出て食事量が減って血糖値上昇も抑えられます。さらに、よくあの食べ物が良くない、この成分が良くないと言われますが、食べ物の悪い部分は最小限にして良い食べ物に変えることができるんです。この習慣、実は健康になる上に運命まで好転してしまう極意なんです。回数で言うと50回程度噛むのが一つの目安ですが、お粥くらいに柔らかくなるまで噛めば OK。 あくまで飲み込まないで、気づいたら喉を通っていたというのが理想です。
実際慢性胃腸カタルになって、一週間も食べることも飲むこともできなくなって歩けなくなったお相撲さんが、天風先生からのアドバイスをもとに、最初たくあん一切れから始めて、3週間後には四股を踏めるまでになりました。たった21日間意識してしっかり噛むのを続けていると習慣化されやすいですよ。よく噛まないで飲み込む習慣やめた方が本当にお得です。第13位、怒る恐れる悲しむ。怒る恐れる悲しむ、今すぐやめた方がいいんです。なぜ怒る恐れる悲しむやめた方がいいかというと、怒って恐れて悲しんで生きると健康状態を悪くするだけではなく、運命をも著しく悪くしてしまうからです。実際に人間は怒ったり恐れたり悲しむと血液の色と味が変わります。すると血液本来の姿が消えてしまって、健康に良くないだけではなく、実際に特に肝臓に障害が出やすくなってしまいます。例えば糖尿病などですね。さらに本来人間が受けられるはずの宇宙に充満している目には見えないエネルギーを十分に取り入れることができなくなってしまうんです。するとなんだかパワーが出てこない、なんとなく将来が不安になるなどという状態が起こってくるんです。例えば怒った後に、なんだかだんだん元気が出てきたなぁなんてことないですよね。むしろなんであんなに怒ってしまったんだろうってどんよりした気持ちになって、本来のはつらつとした元気が出なくなってしまいます。そうは言っても誰も怒りたくて怒っているわけじゃないしって思いますよね。そうです、怒りも恐れも悲しみもパッと反射的に出てしまうからです。この怒る恐れる悲しむが反射的に出なくなるようにできる具体的な方法もバッチリお伝えしていきます。第12位、明日も生きているだろうという勘違い。自分は明日も生きているだろうって思っていませんか？場合によっては大体何歳まで生きるはずだと思っている人もいるはずです。これやめた方がいいんです。なぜなら自分は明日も生きているだろうという考えがあると、本当は貴重な一日を大切に生きることができなくなってしまうからです。私たちは実は毎日が特別な誕生日、今日目が覚めたらおめでとうなんですね。そもそも人生自体、誰もが明日何が起こるかどうかわからないんです。今生きていることは当たり前ではなく、むしろ死ぬことの方が当たり前。死ぬことが当たり前になって今日一日生きるようになると、今日生きられたことに感謝の気持ちが出てきます。いつでも死ぬことが前提、これが本当の意味で分かったら、ミサイルが飛んでくるから危ないのではなく、そもそも人生は常に死と隣り合わせなので、今日一日生きられた事実がただただありがたいということが分かってきます。今日たった一日だけ、今自分ができる範囲で目の前にあることをど真剣に取り組む、これだけで OK です。過去を悔やみ未来を心配する必要一切ないんです。自分は明日も生きているだろうという勘違いはこれから一切やめた方がいいんです。第11位、消極的な考えの人と関わる。消極的な考えの人と関わってはいけません。消極的とは弱々しい、控えめというだけの意味ではありません。いつも怒ったり悲しんだり悩み続けたり人を恨んだりしている人も含みます。なぜならこのような消極的な考えは伝染するからです。逆に積極的な人と付き合っていると積極的な影響を受けることができます。例えばあなたに何か大変そうなことがあっても、大丈夫だ、なんとかなる、元気出せと積極的な言葉をかけてくれる人と付き合うようにすることが大事です。するといつの間にか自分の消極的な要素が減ってくるんです。仕事上の付き合いはさておき、プライベートで誰と付き合うかは自分自身で選ぶことができますよね。つまりどんな運命にするかは自分自身で選べるんです。望む最高の人生にするためには消極的な人と関わってはいけないんです。第10位、自分が生きている本当の意味を知らずに生きる。自分が生きている本当の意味を知らずに生きていること、実はやばいんです。なぜなら毎日心の底からエネルギッシュに生き生きと生きることができないからです。
天風先生が師匠の大聖者カリアッパ先生のもとで修行していた時、質問を受けます。お前ね、人間この世に何しに来たか考えたことがあるかい？天風さんは答えます。人の注文を受けてこの世に出てきたんじゃありません。はっと気づいたら生きていたんだ。それがわかるはずがないじゃないですか。約3ヶ月カリアッパ先生と問答が続きましたが、ようやく答えを見つけ出します。人間この世に生まれてくる理由、それは宇宙本来の面目である進化と向上に順応すること。つまり進化と向上こそがまさに生きている本当の意味なんです。進化と向上を目指す生き方をして、初めて自然に本心からエネルギーが湧いて生き生き生きることができるんです。第9位、目の前のことに気を打ち込まずに生きる。目の前のことに気を打ち込まずに生きる、やめた方がいいんです。なぜなら一瞬一瞬最高の人生を送ることができないからです。例えばお茶を飲むとき、私たちはただただ何気なしに飲みますよね。ですが天風先生は違います。このお茶の中にあることごとくの栄養を今まさに自分の両手両足の末端に至るまで恵みとして受けるんだという感謝で、しっかり明確に気を打ち込んで飲むんです。例えば人と握手するときは、お互いの体が一つになって向こうの足らない力をこっちからやるというつもりで握手をします。人の目を見るときは、この人の生命の中にこっちの目を通じてエネルギーを送ってあげようと明確に気を打ち込んでみるんです。食事の時も寝るのも起きるのも同じです。どんな時でも気を散らさずに、しっかり明確に気を打ち込んで目の前のことに当たるわけです。目の前のことに気を打ち込んで生きることが、毎日一瞬一瞬を生き生きと生きるための極意なんです。第8位、消極的な言葉を使う。消極的な言葉を使う、これ絶対にやめた方がいいんです。なぜなら本来受けられるはずのエネルギーの量を減らして、自分自身で運命を切り開けないようにしてしまうからです。実は私たちは無意識ですが、自分の潜在意識の中に消極的な観念たくさん溜め込んでいるんです。すると普段から悲しまなくていい時に悲しんだり、腹を立てなくてもいい時に腹が立ったり、恐れなくてもいいのに過剰に恐れたりするんです。だからこそ、例えば普段こんな言葉は言わないように意識します。今日は暑いなぁ、嫌になっちゃうなぁ。今日は暑いなぁは現象そのものなので消極的な言葉ではありません。ですがその後に来る言葉を、嫌になっちゃうなぁなどという消極的な言葉にしてしまうと、本来は運命を切り開けるのに自らブレーキをかけてしまうんです。ちなみに運の良い人は、相手がどんな言葉を使っているか普段しっかり聞いています。そして消極的な言葉を常に使っている人からは離れるんです。だからこそ同じ言葉に出すなら、今日は暑いなぁ、これだけ暑いとなんだか元気出ちゃうわ、というように積極的な言葉にするんです。出す言葉を意識するだけでも、本来受けられるエネルギーを増やして、どんどん潜在意識を書き換えることができるんです。そしてご縁がつながる人が変わって、人生が変わっていきますよ。第7位、自分の考えから現実が作り出されていると思えない。自然以外のものは自分の考えから現実が作り出されていると思えないとやばいんです。なぜなら自分の考えに対して責任を持たず、周りのせいにしてしまうようになるからです。自分の考えに責任を持つことで、初めて自ら運命を切り開くことができるようになります。実際目の前のスマホもパソコンもタブレットも建物も飛行機も、すべて人間の思考からできていますよね。これと同じで、自分自身の人生自体も、自分が普段考えていることが現実の今の自分を作り出しているんです。あなた以外の人があなたの今の現実を作り出しているわけではないんです。例えばあなたが今怒って恐れて悲しんでいたら、未来も怒って恐れて悲しむ人生を作り出してしまいます。あ
なたが幸せだな、ありがたいなと今過ごしている場合は、未来に起こる現実に幸せ、ありがたい種をまいているのと同じなんです。天風さんはこう言います。自分が知らない時に蒔いた種に花が咲いて実が実っているという責任を強く感じて改めなきゃいけないんだよ。あなた方が考えている通りのあなたたちをこしらえているんだから、思うことや考えることが叶う叶わないということは、それが外にあるんじゃない。みんなみんなあなたたちの命に与えられている心の思いよう、考え方というものの中にあるんだよ。自然以外は全て自分の考えから現実が作り出されていると思えること、大事なんです。第6位、言動と反動の法則を利用しない。言動と反動とは何かというと、例えば冷水を浴びると冷たいけど、その後は暖かくなる反応です。この言動と反動の法則を利用しない手はないんです。なぜなら、言動と反動の法則を利用すると体をどんどん強くして、健康に生き生きと若々しく生きることができるようになるからです。天風先生は言います。温めれば温めるほど人間の活力は弱る。一番いいのは、温めては冷やし、冷やしては温める。冷やし同士でもいけないんだよ。冷凍業を作るんでないんだから、寒暖なく注意深く変化を与えてやる。これがいいんだ。これが冷温浴だけではなく、日光浴も同じで、長時間太陽に当たるのではなくて、短い時間で太陽に当たったり当たらなかったりを繰り返すことが一番いいとこ取りになるんです。第5位、信じてやらない。何かをやると決めた時、もし信じないくらいならやらない方がいいんです。なぜなら、どんな方法を学んで実践しても望む結果が出ないからです。ある人が天風先生に質問しました。1日50回の懸垂が体にとてもいいと言われたので、やっているのだけど効果が上がらないんです。これはなぜなんでしょう。天風先生は答えました。あれかね、君たちは非常に心よくそれをやっているか、それとも義務的にやっているかい。義務的どころか嫌ですよ。毎日毎日やるのは嫌だけれども、やらなければいけないって言うから。それじゃあやらねえ方がいいだろう。結局、心の態度が少しでも消極的な状態なら、どんなに合理的で最高の方法であったとしても完全な効果出てこないんです。何をやるにしても、心が積極的な状態で信じてやることがものすごく大事なんです。だからこそ、自分が信じられるというのはノウハウ以上に重要なんです。何事もやるなら信じてやること、めちゃめちゃ大事です。第4位、肉食中心。肉食中心やめた方がいいんです。なぜなら、肉食メインだと血が酸性化しやすくなって健康体から遠ざけてしまうからです。天風先生は自分で数々の人体実験をするんですね。その結果、植物性をメインにして血をアルカリ性にする食事がいいんだと言います。具体的に言うと、野菜や果物中心にするです。肉食は3、草食は7というように、最大でも肉食は3割以下が推奨されています。ちなみに、インドの山奥で修行していた時、天風先生は動物性のものは一切食べさせてもらえませんでした。主食は冷えを水に浸しただけ、他には野菜と果物だけなんです。天風先生、当時不治の病で進行がとっても早い肺結核でした。そのため、常に熱がある状態でした。世界中治す方法を探して回っても治らなかったのです。ですが、1日1000キロカロリー未満の食事で約11キログラムの石を背負わされ、毎日6キロメートルもの山道を歩かされました。ですが、そのうちに熱がだんだん下がってきて、3ヶ月くらいでめちゃめちゃ健康になったんですね。約1年半後には体重が49キロないくらいだったのが56キロ以上になりました。一旦体重は減っても、その後増えてくるようになるんですね。食事は肉食中心ではなく、植物性のものをメインにして、よく噛んで食べることが健康にとっても大事なんです。第3位、ワクチン抗生物質薬に依存する。
ワクチン抗生物質薬についていろんな見解があっていいのですが、少なくともワクチン抗生物質薬に依存するのはやめた方がいいんです。なぜなら、病気になった時、体を治しているのは体自体が持っている自然治癒力だからです。誰かに言われなくても体の方は勝手に治そう治そうとせっせといつも働いているんです。この自然治癒力を最大化するために大事なことは、何よりもまず心を積極的にすること、そして日常生活で簡単な鍛錬を続けることなんです。例えば今後もし恐ろしい未知のウイルスに感染した人が出たとニュースで騒がれても、心自体を恐れに支配されないようにして、あくまで強気でいることが大事です。もし致死率 99% と言われても、それでも私は死なない、これくらい強気でいいんです。そして冷温浴を繰り返したり、食事を植物性メインにするだけで免疫がめちゃめちゃ強くなります。天風先生は言います。特に精神態度のごときも常に積極的にして、もういかなる場合があろうが、病があった時でもない時でも、この自然治癒力をこらもうぐんぐん旺盛にすりゃ免疫もへったくれもねえじゃねえか、病にかからずに済むんだもんね。それを棚の上に置いちゃって、ただもうこういうやり方がいい、ああいうやり方がいい、薬だ注射だと、それで病を治そうとすると、いつまで経ったって治りゃせんで、病がわからないでのんきにやってるやつは医者がびっくりするような病でも治っちまうんだ。恐怖に支配されてワクチン抗生物質薬に依存しないこと、そして心の持ち方を何より積極的にして、日常生活の中でできる簡単な習慣を続けて、自然治癒力を全開マックスにすることが何よりも大事なんです。ちなみに天風先生は積極と書いて積極と読んでいます。第2位、師匠から素直に学ばない。師匠から素直に学ばないのはもったいなさすぎるんです。なぜなら本当に大事なことは大抵自分では気がつかないからです。天風先生自身、師匠の遠山満先生、カリアッパ先生がいたからこそ天風先生が作り上げられました。天風先生は言います。やっぱり持つべきものはいい先生。私を今日荒らしめた大きな力の大部分は、もちろんインドのカリアッパ先生のあのお導きにあるけれども、しかしそのお導きを受ける資格を作ってくれたのは、やはり子供の時から育て上げられた恩師遠山満王にあるといつも思っているんです。実は天風先生、最初カリアッパ先生にとても反抗的な部分もあったのですが、だんだんと素直に学んで実践をしたことで、結果的に病は治るだけではなく、とんでもなく大きな成長を遂げたんです。師匠から素直に学ぶ、自分を急激に成長させる上でめちゃめちゃ大事なことなんです。なぜなら本質的には教えそのものが大事なのではなくて、師匠の魂を自分に移すことが大事だからです。第1位、人間の本当の正体を知らないで生きる。人間の本当の正体を知らないで生きるのだけはやめた方がいいんです。なぜなら人間の本当の正体を知らないで生きていると、どんな努力をしても一生根本的な恐れをなくすことができないからです。では人間の本当の正体とは何かというと、それは目には見えない永久に存在する霊魂です。カリアッパ先生から、お前は何？と最初に聞かれた時、天風さんは、この体ですと答えていました。その後天風さんは長期間考えに考え抜いてようやく気づきます。肉体も心も生きるための道具。人間とは肉体でも心でもない霊魂という目には見えない一つの木が人間の本体。つまり人間とは霊魂であるということに気づいたんです。扇風機で例えると、扇風機自体が肉体で、電気が霊魂、扇風機である肉体を生かしているのは霊魂という電気に当たる部分なんですね。人間の本当の正体は霊魂ということを知らないと、肉体が病気になっただけで、まるで自分の心まで病気になった気になります。
すると治る病気も治りづらくなったり長引いたりしてしまうんです。だからこそこの肉体が自分だと思って生きていると根本的な恐れをなくすことができないんです。人間の本当の正体が霊魂ということがしっかりわかると何が起こっても不動の心で勇気と強さを持って生きることができるようになるんです。天風先生は言います。肉体を自分だと思わなきゃ心を自分だとも思いやしねえ。霊魂が私を守ってくれてる。そして私の肉体から霊魂が離れるときは死ぬだけの話だ。体が痛くても霊魂は痛くない。心に心配があっても霊魂は心配ないんです。信じられないじゃろうが、あんたの正体は霊魂なんじゃぞ。3、中村天風さんの教え、今すぐ知っておきたい本質トップ15。第15位、利他の行い。利他の行いとは自己の損失を顧みず他者の利益を図ろうとする行動のことです。人が喜ぶ言葉や行い、親切思いやりの行動をするということです。天風先生は言います。人間に生まれてきたのは人の世に役に立つために生まれてきたんだと、こう考え方を変えたらどうだ。私たちが勉強するのも仕事をするのも商売してお金を儲けるのも人の世の幸福を向上しようとするためなんです。天風先生は言います。女性がお化粧して美しくなるのも自分のためじゃない。美しい姿を他人に見せて喜ばせるため。男が一生懸命に仕事をして事業を盛大にするのもこの盛大にする事業で人の世が潤うため。ただ注意点があります。先にまず自立することが先です。自立して初めて世のため人のために生きることができるようになるからです。まず自立して利他の行いをして人の世の幸福を向上する、これこそが私たちが生きている本当の理由なんです。第14位、性欲は神聖に扱う。性欲は神聖に扱うことが大事です。なぜかというと性欲の遂行の時の心持ちが神聖なものかどうかで生まれてくる子供が変わってくるからです。天風先生は言います。人間の持っている一番麗しい純正な愛情の交換をする行為が要するに性欲遂行の実際現象だ。天風子というものは育ちが育てやすいために順調で健康も申し分なく、その上非常に聡明でしょう。学校の出来はいいし、みんな出世するわね。それは要するにその性欲の遂行の時の心持ちが動物的でなくなっているからだよ。だからその行為を欲する場合は動物心でその行為を欲する念慮を起こして、実行の場合は霊精神でこれを行わなきゃいけないんだよ。霊精神とは人生学校的に真心と考えると分かりやすいと思います。性欲は真心で神聖に扱うこと、めちゃめちゃ大事なんです。第13位、他人の幸福を妨げない範囲で欲を大いに燃やす。欲は他人の幸福を妨げない範囲で大いに燃やすことが大事と天風先生は言います。なぜなら食欲も性欲も宇宙の摂理の働きで起こっているものだからです。だからこそ欲を否定せず大いに欲を燃やした方が喜びの多い人生になって生き生きと生きることができるんです。天風先生は肺結核という不治の病を海外で克服した後、20〜30億円を持って日本に帰ってきます。そして日本で銀行の頭取など会社を複数こなしながらも、毎日15時頃になると東京柳橋赤坂などに遊びに行きたくて行きたくてうずうずしてしょうがなかったそうです。そこでお金をばらまくほど豪快に遊びました。そんな天風先生だからこそ分かったこと、それはお金をばらまくほど遊んで気持ちよくなるよりも、人数がたとえ少なくても目の前の人に役に立つ話をして喜ばれた方が何とも嬉しく楽しく朗らかな気持ちを感じたです。このことにはっきりと気づいてから全ての財産を捨てておにぎりを持参して上野公園などで説法を始めることにしたんです。天風先生は言います。苦しみを忍ぶとか、あるいは辛さを忍ぶというような忍苦忍耐よりは、
自己の命にできるだけ喜びを多く味わわせて人生に生きる。そこに本当の生きがいがある。他の人の幸福を妨げない欲であれば、自分の命を喜ばせることになるので、生きがいのある理想的な本当の人間の生活ができるというわけです。また、人を喜ばせて、自分がまたその人と共に喜ぶということが一番尊いんだと言います。他人の幸福を妨げない範囲で欲を大いに燃やす、これこそが充実した人生にする重要なポイントなんです。第12位、肉体が病気でも強気で感謝に振り返る。生きていれば病気誰でも経験しますよね。たとえ今病気でも強気で感謝に振り返ることが大事なんです。なぜならそうした方がいち早く治るからです。例えばもし病院で、これは〇〇病ですね、これは一生治りませんよともし言われたとしても、自分の心を落ち込ませないようにするんです。心を落ち込ませてしまうと、本当は治るものも治らなくなってしまうからです。だからこそ心の中でこのように言います。医学で治らないと言っても私は治る。世界中全員治らなくても自分は治る。そして普段ただただ回復して元気で活動できている状態だけを自分の心に絶え間なく描きます。治ればいいなではなくて、治っていると先に決めちゃうんです。さらに今病気になっていることを感謝に振り返ってしまいます。私に必要じゃないことは起こらない、今知れてよかった、病気と診断されても私は生きている、ありがたい。天風先生はある時声が出なくなって、当時日本一の耳鼻咽喉科の先生に喉を見てもらった時、医者がだんだん厳しい顔になってこう言われました。珍しい癌だ、声の出るところのすぐ脇にできています、すぐ入院しましょう。でも 90% はダメだこりゃ。幸いに命を取り留められるとしても一生物を言うことができないだろう。その後入院しなきゃ死ぬと日本一の先生に言われますが、天風先生は断ります。そして何千人も集まっている講演会会場に出向いて、死んでもいいと思いながら声が出ないのを無理して声を出そうとしたら、大きな血の塊がバーッと口から出ました。そこから声が出るようになったのですが、その代わりハンカチ2枚と手ぬぐい1枚がたちまち真っ赤になるほど血が出続けます。その時講演会で話を聞いていた天風先生の足元にいる学生たちがみんな天風先生にすがりついて、先生もういいです、もうわかりました、やめてくださいと言いました。その時天風先生はこう言い放ったのです。心配するな、お前の血が出てるんじゃない、俺の血が出ているんだ。命なくなすまでここに立ってないから安心してろ。俺の体は俺が知ってる、悪いもんが出ちまえば止まるから心配するな。たとえ10秒だったとしても、今日一日、ああ嬉しい、それでもこうやって人のお役に立ててご奉公ができる、このように感謝の気持ちで今日一日だけを生きる。今病があっても心が病気に負ける必要はないんです。心も魂も病気にはならないからです。強気のまま感謝に振り返ることができると、驚くほどぐんぐんと何万倍も自然治癒力が高まって、気づいたら一気に治っていたなんてことが起こるんです。天風先生は実際にこの喉にできた厄介な癌も克服します。これだけではなく、権威の先生に世界中で治った人が一人もいないと言われた本場性肺結核ですら克服しました。人間にはとんでもない自然治癒力が備わっているんです。あくまで強気で感謝に振り返ることができたら、病気は一目散に退散してしまいます。第11位、本心良心に基づいた行動をしない。日常で本心良心に基づいた行動をしないこと大事なんです。なぜなら本心良心に基づいた行動をしていると、心が消極的になってブレーキを積み重ねていくことになるからです。その結果はつらつとした晴れやかな心で生きることができなくなってしまうんです。これくらいはいいよねってついつい本当はやってはいけない小さなルール破ったりしてないですか？ですが本心良心ははっきりと分かっているんです。迷った時は自分の本心良心に基づいた行動をしていないかどうか、
で判断するとすぐ答えがわかるはずです。日常で本心良心に基った行動をしないこと大事なんです。第10位、睡眠薬で眠るくらいならずっと起きてろ。天風先生は言います。寝られなかったら起きてろい。きっと寝られるから、どんな野郎でも。なぜ睡眠薬を飲まないようにしなさいというのかというと、それは睡眠薬を飲んで眠っているようだけれど、次の日起きたら疲れが取れてるわけではないからです。むしろ大脳がしびれて頭が重くなってしまうんです。これ繰り返すと自然治癒力が弱ってしまうんですね。寝られない時、まず大事なことは寝られなきゃ寝られないで起きてりゃいいという強気な気持ちでいること。そして寝られない、やばい、どうしようなどとくよくよ悩まないこと。気にして悩んでいると神経が過敏になって余計に寝られないようになるからです。たとえ医者に薬を飲むしかないと言われても、寝られなきゃ寝られないで起きてりゃいい、死にゃしねえわという強気でいて、起きてできることをバリバリやっていればいいんだというわけです。第9位、積極精神。天風先生は積極精神と書いて積極精神と言います。どんな時でも積極精神でいることが何より大事なんです。なぜなら健康になるのも運命を開くのも心が積極的であるかどうかがものすごい大きな影響があるからです。積極的ではない状態だと空間に存在する宇宙エネルギーという目には見えない気を生命の中に十分に受け入れることができなくなってしまいます。では積極精神とはどういう状態ですかというと、明るい、朗らか、生き生き、勇ましいです。とにかく日常をできる限り明るく朗らかに生き生きと勇ましい気持ちで過ごすことがめちゃめちゃ大事なんです。この積極精神を作り上げるために、まずどうしたらいいかというと、自分が声に出す言葉を積極的なものにします。例えば嬉しいです、楽しいです、ありがたいですなど、どうせ声に出すなら自分が言っても相手が聞いてもなんとも心地よく元気が湧いてくるような積極的な言葉を出すように普段から意識するんです。逆に憎い、腹が立つ、悲しい、嫌だ、参った、助けてくれというような消極的な言葉を普段使っていると、消極的な精神をだんだん作り上げることになってしまいます。積極的な言葉だけを選んで出し続ける習慣はあなたの運命を作り変えていく大事なスタートになります。第8位、澄み切ったはっきりした気持ちでことに当たる。何事も澄み切ったはっきりした気持ちでことに当たる大事なんです。言い換えると意識を明瞭にしてことに当たるです。なぜなら心を散らかしていると本来持っている能力を存分に発揮することができなくなるからです。例えば心に100の力が与えられていたとします。すると10はお金に、10は食べ物に、10は衣服に、10は暑さ寒さに、10はあれが欲しいこれが欲しいに、10は苦しみや心配にというふうにバラバラに多くの人は心を使っているんです。このようにカニの目玉みたいに心があっちへこっちへと散らかっていると、100あるうちから差し引いて心が40しか残っていない状態になってしまうんですね。ではどうしたら心を散らかさず心を澄み切ったはっきりした気持ちでいられるようになるかというと、それは鏡暗示法です。どうやってやるかというとめちゃめちゃ簡単です。毎晩寝る前に鏡に映る自分の眉間を見ながら真剣な気持ちで1回だけささやきます。お前信念強くなる。また朝起きたら同じく鏡に映る自分を見ながらこう言います。お前信念今日強いぞ。さらに日常で気持ちにぐらつきが起こるようなことを感じたときは、同じく鏡に映る自分の眉間を見てお前信念今日強いぞと折に触れて繰り返すんです。ちなみに天風先生は常に小さな鏡を持ち歩いて折に触れ実践していたそうです。心を散らかさないで澄み切ったはっきりした気持ちでことに当たる、人生でめちゃめちゃ大事なんです。第7位、常に宇宙霊と一体であることを感じて生きる。天風先生は言います。動物種の力も目に見えない力なんです。
見えない力なもんだから、自分がしょっちゅうその見えない力と一緒にいることを忘れちまうんです。だからどんな場合があっても自分は宇宙霊と一体だというこの信念を持たなきゃな。常に宇宙霊と一体であることを感じて生きることができたら、絶対的な赤玉精神ができるんです。絶対的な赤玉精神ができると、どんな危険な場面に直面しても心が慌てたり恐れたり上がったりしません。普段の気持ちと同じように対処することができる状態になります。天風先生が海外にいた時、ロシア兵に捕まりました。朝5時に死刑宣告を受け、7時に弾頭台に立たされ、これから処刑されるという時、そこにいた日本語の少しわかる現地の通訳に伝えました。打ち損なうな、間違っても生殺しにするな、俺の心臓はここだ、俺が手をやっているところを狙って撃て、いいな、そう打ち手に伝えろ、俺は俺の体のどこに弾が当たって死ぬかはっきり覚えて死にたいんだ、目隠しなんかいらねえ。すると、あんたは恐ろしく気の強い人だなと言われます。そして天風先生はこう言い返すのです。日本人なら当たり前だ。宇宙霊と一体であることを感じて生きることができるようになるための具体的な方法があります。この次にご紹介しますね。第6位、安城太座密法。安城太座密法は天風先生の教えの中で極意中の極意です。なぜなら、安城太座密法を行うと、どんな人でも簡単に無念無想になって霊的境地を味わうことができるからです。無念無想になりたい、霊的境地を味わいたいと多くの人が何時間も座禅を組んだり断食したり、普通の人が耐えられないような忍耐をしなければいけないと思っていますが、誰でも即座になれる方法があるんだよと天風先生は言うのです。これ知って実践するだけで、人生で何十年分もの時短をすることができます。ではどうやってやるのかというと、それはまず長時間でも辛さを感じないような姿勢にします。目をつぶります。そして形をできるだけ崩さないようにします。次にブザー音を聞きます。こんな感じです。すると、このブザー音に嫌でも心が引き入れられますよね。この引き入れられた耳を通じての心の定まりが、音が絶えた瞬間、何も音のない世界を感じます。初めのうちはこれがほんの1秒2秒シーンとした世界が味わえます。この音のない世界、無声の境地、これが霊的境地なんです。この霊的境地を味わっている間、人間生命の本源である宇宙本体とピタリと結びついて、本然の力を命の中で働かせることができるようになるんです。天風先生は言います。音のない世界が宇宙の真実層で、それが宇宙全体のエネルギーの遍満している状態だ。何の感覚も何の意識的な反応もない、慣れればシーンとした世界に、どんなうるさい場合でもひょいと心を乗り換えることができるようになる。だから余震波、肉体に病が起ころうと、精神的に何かの苦痛が起ころうと、ひょいと乗り換えることができるが、いきなり始め今日からすぐというわけにはいかない。やがてこの境地が長く味わえるようになりますが、最初の間は耐えた瞬間だけ物理現象でふーっと無念無想になります。特に恐怖のほとんど9割9分までは、肉体を考える場合に生ずる心のおののきであります。肉体を考えないところに恐怖というものはほとんど生まれないんだ。ちなみにブザー音でなくても鐘の音でもやり方は同じです。第5位、クンバハカ密法。クンバハカ密法は天風先生が山の中の厳しい修行で得得した実践的効果が絶大な方法です。クンバハカというのは最も神聖なる状態という意味、別名神経反射の調整と言います。なぜ最も神聖なる状態になるかというと、怖い、不安、痛いなど感情、感覚の刺激が心には感じても神経系統に影響を与えないという特別な状態になるからです。つまり精神への攻撃を強力に防御できる特殊な状態になるんです。この状態、いわゆるオーラも大きくなるんです。
例えばどんなに恐れが来るようなことでもこのクンバハカの姿勢を作ると、本来なら無意識で神経反射で恐れが起こってしまうところを極限まで減らすことができるんです。これ強制的に赤玉精神へと書き換えてしまえるとんでもない究極の方法なんです。実際に人生学校20万円程度の血流スコープを購入して実験したことがあります。クンバハカしない状態とした状態で手の薬指爪の部分の血流を測定したら、クンバハカの状態にした時明らかに血流が速くなっていました。とんでもない特別な状態になっているんです。それがこの映像です。こんな感じです。最初が普通の状態、後がクンバハカした状態です。この特別な状態どうやって作るかというと、1秒でできてとっても簡単です。体の3箇所を意識します。それはどこですかというと、肛門、お腹、肩です。まず肛門を締めます。そして肩をリラックスさせます。最後に下腹に力を込めるです。と言っても本当にちゃんとできるようになるまでは最低でも半年程度かかるようなので、とにかく練習することが大事です。肛門を締め、肩を落として下腹に力を込める、これだけです。なので例えば腹が立った時、心配なこと、恐ろしいことを感じた時、キュッと肛門を締めるようにするんです。普段の習慣としてはとにかく肛門をしょっちゅう締めること、この状態にしておくと心の強さも体の強さも全く違ってきます。習慣にするために最高の方法は、しょっちゅう肛門を締めて、肩を落として下腹に力を込めて深呼吸をするです。ちなみに天風先生はこれを行っていたおかげで、肺は片方しか機能していなくても長時間公園で話しても平気でいられたと言います。とにかく気づいたら肛門を締める、この練習から始められるとやりやすいですよ。まずは動画が終わるまでの間、肛門を締める練習始めてみましょう。第4位、人のため世の中のためになる気高い目標を持つ。人のため世の中のためになる気高い目標を持つこと、めちゃめちゃ大事なんです。なぜなら人のため世の中のためになるという気高い目標を持つと、人間が心の奥底からの満足を感じられるようになるからです。天風先生が言う冷静の満足です。天風先生は言います。理想が気高くされて心が豊かになれば、宇宙を司る宇宙霊から積極的な力と恵みがぐん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 断りきれないほど我が命の中に注ぎ込まれる。これが瞬間な宇宙法則だ。俺はこの世の中で一番気高い人間だ。こう思いなさいよ。うぬぼれちゃいけないよ。信念があったらうぬぼれにならないはずだからね。そうするとその創造の作用がぐんぐんあなた方を優れたものにするんだぜ。冷静の満足以外の欲望、例えば本能、感覚、感情、理性の満足を目標にしていると、真の人生の満足を永久に得ることはできません。いくら人より何倍も努力して地位や名誉やお金を得ても、本当の意味の満足を得ることできないんです。本当の満足を得るためには、人のため世のためになるという気高い目標を持つことが大事なんです。もちろん本能、感覚、感情、理性の満足を捨てる必要はありません。ですが人のため世の中のためになることに命を燃やそうとしていると、だんだんと本能、感覚、感情、理性の満足に執着することがなくなって、むしろだんだん無に近くなっていくんです。第3位、感謝と歓喜で生きる。感謝と歓喜で生きること、めちゃめちゃ大事なんです。なぜなら感謝と歓喜の状態で生きていると、宇宙霊からのエネルギーを最大限取り入れることができるようになるからです。宇宙霊とはこの世界に遍満している目には見えないエネルギーのことです。感謝については、何かあったら感謝するのではなく、現状のままで感謝できることを探すことがポイントです。そして歓喜で生きるようにします。人生を歓喜で生きるためには、自分が進化成長できてワクワクすることに挑戦していればいいんです。最初は好きなお笑い番組を見て笑うとか、感動する映画を見るのもありです。たとえ今一生治りませんと言われている病気の中でも、今激痛があったとしても、人間死ぬ時は死ぬ、死ぬまでは死なない、今この瞬間は生かされているわ、ありがたい、
このようにあくまで強気で感謝と歓喜に振り返ることで宇宙霊のエネルギーを最大限取り入れることができるようになるんです。すると奇跡起こるんです。少しでも感謝と歓喜の時間を増やしていく、これだけでエネルギーがどんどん溢れてくるようになりますよ。第2位、念願することを心に絶えず映像化する。何か目的を達成したいと思った時、ああなりたい、こうなりたいではいけません。こうすると心の中で一つの現実の絵にしてしまって、先にはっきりと描くんです。そして絶え間なく心の映像で燃やし続けるんです。すると信念が固まってくるんです。天風先生は言います。潜在意識を活用する特に効果のある方法は、絶え間なく心に映像を描くことなんだよ。映像がピンボケにならないようにすることが肝心だということを忘れちゃいけない。そのためにはその映像にできる限り興味を十二分に加えてごらん。達成したいと思っていることをこうすると心に絶えず映像化して、先に妄想して今から楽しんでいればいいんです。第1位、天風先生の音声を聞き流しながら寝る。天風先生の音声を聞き流しながら寝る。これすべての方法の中で一番簡単で一番効果絶大です。なぜなら、天風先生の音声は積極精神そのものだからです。暗示には自己暗示と多面暗示の2種類があります。中でも多面暗示、つまり他人からの暗示の方が効果高いんです。ここでめちゃめちゃ大事なポイントがあります。この多面暗示の効果は、本人が受け入れるための蓋がパカッと開いているかどうかが極めて重要なんです。なぜなら、自分に受け入れる器がなければ、どんなすごいノウハウ、本質の方法であっても良い効果は得られないからです。自分自身がしっくりきて信じられるかどうか大事なんです。さらに、寝る前という最も潜在意識を書き換えられる最強のゴールデンタイムに積極的な言葉を入力し続けることで、一番効率的に運命を激変させることができるんです。逆に言えば、なんとなく人生に不安がある、怖い、イライラするという場合、寝る前に寝転んだままネガティブな YouTube を聞きながら眠りにつくことだけはやめた方がいいんです。やる気が出なくなるだけではなく、起きた後の生産性までも著しく落ちてしまうからです。そうは言ってもついつい見ちゃってなかなかやめられないんだよね。わかります。ですので、天風先生の音声を聞き流しながら寝るに置き換えるのを絶賛おすすめします。これが最も究極に簡単で最強の習慣と断言します。本来は寝る前に思えば思うほど楽しくて嬉しくて勇ましくて明るくて朗らかなことを考えて寝る。例えると、磨きたての真珠を薄い絹にくるんだような心にして寝るのがベストです。ですが、これより断然簡単な方法が、天風先生の音声を聞き流しながら寝るなんですね。テクニックやノウハウを知っても多くの場合忘れてしまうんです。ということは、めちゃめちゃ簡単で効果的なものを継続することが人生を激変するセンターピンなんですね。毎晩スマホから音声を流しながら寝る、たったこれだけできれば目覚めが良くなって、毎日生き生きとはつらつとした気持ちで起きることができるようになりますよ。気づいたら、天風先生の教えが魂に刻まれて無意識に激変している自分に気づけるはずです。習慣化しやすくするために、今日からたった21日間だけまず続けてみることをおすすめします。おすすめの日本経営科学出版さんの無料 YouTube 音源を概要欄に入れておきますね。ちなみに、天風先生は寝る前も朝起きた時もにっこりと笑って、ありがとうございますと感謝の言葉を言います。これも簡単で劇的に効果が高い方法ですよ。おまけです。力の証拠、今まさに病気がある、不安がある、辛いと感じる場合は、この力の証拠を元気が出るまで声に出してみましょう。私は力だ、力の結晶だ、何者にも打ち勝つ力の結晶だ、だから何者にも負けないのだ、病にも運命にも否、あらゆる全てのものに打ち勝つ力だ、そうだ、強い強い力の結晶だ、人生なんとかなるって思えたら絶対に人生はなんとかなるんだ。
この動画少しでも良かったと感じていただいた場合は、あなたにとって本当に大事な人に一人でも良いので教えていただけたら本当に嬉しいです。天風先生が望んだ世界の平和の光は日本からという気高い思いを動画から少しでも広げることができたら嬉しく思います。きっと日本に、そして世界にとって良い流れになるはずです。ここまで聞いてくださっているあなたなら、運命を自ら生き生きと切り開いて盛大な人生にすることが必ずできますよ。今回の完全解説動画、最低10回は聞いてもらって、あんたには10年以上時短してもらいたいの。潜在意識を書き換えて、自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して、望み通りの豊かな人生を手に入れるための5大プレゼントを準備中です。準備ができ次第、無料で概要欄の公式 LINE でプレゼントします。1、望む人生を手に入れる魔法の習慣3ステップ。2、3400万円自己投資で発見した成功の原理原則。3、マジで願望実現する目標設定3ステップ。4、3秒でポジティブになる名言50選。5、有料級潜在意識を書き換える7ステップ動画。こちらの QR コードからか、動画下にある概要欄公式 LINE のリンクをクリックして、しばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。いつもご覧いただきありがとうございます。応援の意味でもチャンネル登録ボタンポチッと押していただけるととても励みになります。コメントは私自身で確認して、あなたの人生が理想的なものに近づくようにエネルギーを込めてコメントを返しています。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。中村天風先生、日本に勇気と希望の光を最も与えた人物の一人と言っても過言ではありません。現代でも素晴らしい本や音声がたくさんありますので、興味のある方はぜひ読んだり聞いたりしてみてくださいね。天風先生の本や CD のリンクを概要欄に入れておきます。今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは寝る前に天風先生の音声を21日間聞くことで運命を開くことが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。